キュッキュッ。おや、そのランプは？今日ね、学校の倉庫を片付けたら出てきたんだけど、誰もいらないって言うからもらってきた。磨いたら魔人が出てくるかなって思って。ああ、アラジンのお話みたいにね。あ、花子、グリム童話にもランプの精が出てくる話があるの知ってる？何それ、聞いたことないです。しかもちょっとだけ怖いのよ。じゃあ花子、今夜はグリムさんのお話でどう？昔々、あるところに貧しい不死がいた。父は木こりの仕事をしていた。将来お前がいい仕事に就けるように、稼いだお金はお前の教育に使うよ。父は貧しいながらも息子を学校に通わせた。息子は真面目に勉強したが、まだ卒業しないうちに必死で貯めた教育資金が尽きてしまった。ああ、もうお金がない。毎日のパンを買うだけで精一杯だ。お父さん、そんなに心配しないでよ。お父さんの仕事を手伝うから。ということで、フシは森に木を切りに行った。お昼になったな、飯にしよう。僕は森の中を散歩してくる。息子はパンを食べながら森へ入っていった。すると、出してくれ、出してくれ。どこからか声が聞こえる。見ると、大きな木の根っこの間にガラスの瓶があった。出してくれ。カエルのような姿の小さな生き物が瓶の中から叫んでいたのだ。息子が線を抜いた。すると、瓶の外へ出たその生き物はぐんぐん巨大化して、恐ろしい魔物の姿に変わった。おい、知ってるか、俺を出したご褒美が何か。知るわけないよ。教えてやろう。抜いたやつの首をへし折るのさ。なんでだよ。じゃあ出さなきゃよかったよ。やめてくれ。俺が喜んでこんなところに閉じ込められたとでも思うのか。いつか誰かに仕返ししようと思ってたんだよ。そこで優秀な息子は考えた。ちょっと待って、君は本当にあの瓶から出てきたのか。さっき出てきたの見てただろう。いや、よく見てなかった。君が本当に魔物なのか確かめないと。言葉だけじゃ信じられないな。そんなことわけねえさ、よく見てろよ。魔物はもう一度ガラス瓶の中に入ってみせた。ほーらな。そこですかさず息子は瓶に栓をした。おお、騙したな。出せ出せ。嫌だよ、殺されかけたのに。自由にしてくれたら一生困らないようにしてあげるよ。本当？本当だ、絶対に。息子はもう一度栓を抜いてやった。ああ、よかった。では約束のお礼をしてあげよう。魔物は布切りを一枚息子に渡した。これは魔法のアイテムだ。傷口に布の端をかぶせれば立ちどころに治る。反対側の端っこで金属をこすればたちまち銀に変わる。息子は試しに木に傷をつけて布をかぶせた。すると、あ、傷が塞がった。な、本当だろ。じゃ、出してくれてありがとな。父の元に戻った息子は斧を布の力で銀に変え、それを売って大金を手に入れた。そのお金で学校に通い、一生懸命勉強した息子は有名な医者になった。はい、おしまい。あれ、あんまり怖くなかったね。じゃあおまけでもう一つお話ししましょうか。同じくグリム童話で青いランプ。昔々、とある国に一人の兵士がいた。長い間王に仕えて一生懸命働いたが、戦のせいでたくさん傷を負ってしまった。満足に戦えぬお前に払う金はない、出て行け。むごいことに、彼は戦争が終わった後城を追い出された。これからどうやって暮らしていけばいいんだ。ブラブラさまよっていると、森の中に一軒の家を見つけた。そこは魔女の家だったのだが、空腹で弱った兵士は仕方なくその家の扉を叩いた。すみません、止めていただけませんか。食べ物も分けてほしいんです。おや、まあ兵士かい。私の仕事を手伝ってくれるなら止めてもいいよ。仕事って？庭の土掘りや薪割りさ。やります。兵士は労働条件に止めてもらった。翌日、
朝から晩まで一生懸命庭を掘ったが、すみません、一日では終わりませんでした。まあそうだろうね。あんた、まだ泊まっていかないか？頼みたい仕事があるんだ。家の裏に古い井戸があるんだが、ランプを落としちまってね。消えることのない青い炎の灯るランプさ。それを引き上げてほしいんだ。わかりました。翌日。この井戸だよ。あんたをカゴで下ろしてランプを拾ったら引き上げるからね。井戸の底で青く光るランプを手に取ると、兵士はカゴを引き上げる合図をした。そして井戸の出口に近づいた時、さあランプを渡しておくれ。魔女がそう言って手を伸ばした時、兵士は嫌な予感がした。まさかランプだけ取って俺を井戸に落とす気じゃないだろうな。ダメだ、ちゃんと井戸から出るまではランプを渡せないよ。何？ちゃんと外に出るまで引き上げてくれ。じゃないとこれは渡せない。図星だったらしく、魔女は怒り出して兵士をランプごと井戸へ落とした。てて土が湿ってて助かった。でも俺ここで死んじまうのかな。兵士はポケットからタバコを出してランプの青い炎で火をつけて吹かし始めた。このタバコが人生最後の楽しみか。煙がランプに回った時だった。ランプから突然黒い小人が現れた。ご主人様、命令は何ですか？兵士はびっくり。命令だって？そうです。じゃあこの井戸から出してくれ。小人は地下の通路を案内した。通路には魔女が集めた宝物が隠してあり、兵士は持てるだけのお金を持っていった。助かった。ご主人様、次のご命令は？この家の魔女を捕まえてくれ。そして裁判官の前に連れて行くんだ。かしこまりました。すぐに魔女の叫び声が聞こえた。終わりました。魔女はもう首吊り台にぶら下がっています。次のご命令は？何もないよ。でも呼んだらすぐ来てくれ。その青い火でタバコに火をつけてくださればすぐにご主人様のところに現れます。そう言って小人はどこかへ消えた。兵士は町へ戻って一番上等な宿屋に泊まり、いい服に着替えて小人を呼んだ。ご主人様、ご命令は？王様に仕返しをしたいんだ。王女をここに連れてきてくれ。召使いの仕事をさせてやる。そして真夜中、小人は眠ったままの王女を兵士の部屋へ連れてきました。おい起きろ、部屋を掃除して俺の長靴を磨け。王女は半分寝たまま言われた通りの仕事を済ませた。そして明け方、小人が眠ったままの王女を城へ運び、ベッドに寝かせた。朝目を覚ました王女が王にこう話した。お父様、変な夢を見たの。どこかへ連れて行かれて召使いのように扱われたわ。夢の中の出来事のはずなのに今とても疲れてるの。何？それは夢ではないかもしれない。ポケットに穴を開けてエンドウ豆をたくさん入れておきなさい。もし現実ならば、また連れて行かれた時に豆が落ちて道筋ができるだろう。小人は身を隠してその話を聞いていた。そして再び夜中に王女をさらってきて召使いのような仕事をさせた。お父様、ポケットのエンドウ豆がなくなっているわ。王様は家来に町を調べさせたが、どこにさらわれたのかわからなかった。小人が町のあちこちにわざとエンドウ豆をまき散らしておいたからだ。姫よ、今夜は靴を履いたまま寝なさい。もしもまた連れて行かれたら、城に戻る前にその部屋に靴を片方隠してくるのだ。3回目に兵士の家に連れ去られた王女は、立ち去る前に兵士の部屋のベッドの下に靴を隠しておいた。翌朝、王女が靴を片方失ったことを知った王様。探した結果、兵士は捕まってしまい牢屋に入れられた。畜生、ランプを宿に置いたままだ。偶然城にいた時の仲間が近くを通りかかった。おいおい、俺だ。何やってんだこんなとこで。頼む、お礼に金貨一枚やるから宿から俺の荷物を取ってきてほしいんだ。仲間が急いでランプを取ってきてくれた。そして次の日、裁判官は兵士に死刑を言い渡した。王様、死ぬ前に最後の頼みを聞いてください。なんだね。あと一回タバコを吸っても良いでしょうか。良いぞ。兵士はランプの炎でタバコに火をつけた。すると小人が棍棒を持って現れた。
ご主人様、ご命令は？王様と不公平な裁判官と、それを守る警備をやっつけてしまえ。小人は棍棒で、あっという間に裁判官と警備を殴り殺した。残るは王様、あんただけだ。命だけは助けてくれ。この国をお前に与えよう。わしの娘も。そうして王様は命だけは取り留め、兵士は国を手に入れ、王女を妻にして暮らしましたとさ。はい、おしまい。ランプの姓にまつわる二つのグリム童話でした。子供向けですが、成敗の仕方が容赦ないですね。国を手に入れましたが、兵士のその後は幸せな人生だったのでしょうか。ランプを奪い合う戦いに巻き込まれなければいいけど。では、おやすみ、花子。皆さんも、良い悪夢を。